リンゴ酢で痩せたいならこれを入れて。今回の動画はリンゴ酢ダイエット、これを入れないともったいない、ごっそり痩せる正しい方法というテーマでお伝えをしていきます。リンゴ酢はダイエットに効果的というのはすでにご存知の方も多いのではないでしょうか。ただリンゴ酢はアレンジを加えることでその効果をさらに高めることができるんです。これ知ってましたか？しかも美味しくなるので継続しやすい、健康効果も美容効果もアップする、まさにいいことずくめなんです。私もこの飲み方で毎日リンゴ酢を取り入れているおかげで、アラフォーになってもマイナス12キロの体型をキープできています。最新のリンゴ酢ダイエットはこれと言っても過言ではないので、これまでリンゴ酢を飲んでも効果を感じなかった人はぜひ試してみてほしい。ということで、リンゴ酢の効果を最大限活かして飲み物で効率よくダイエットしたい人、健康で綺麗になりたい人はぜひこの動画を最後までチェックしてみてくださいね。まず最初に、そもそもどうしてリンゴ酢はダイエットに効果的と言われているのでしょうか。そしてどう取り入れるといいのでしょうか。リンゴ酢の効果的なアレンジ法の前に、まずはここを理解しておくことで、よりリンゴ酢を効果的に取り入れることができますよ。まずリンゴ酢がダイエットに効果的と言われている一番の理由は、リンゴ酢には酢酸という成分が豊富に含まれているから。なんとこの酢酸という成分は脂肪の蓄積を防ぐとともに脂肪燃焼を促す効果があると言われているんです。というのも、酢酸は脂肪を合成する酵素を作りにくくするため脂肪の蓄積を防ぎます。脂肪燃焼に関わる分子を作りやすくするため脂肪を減らす、そんな効果があると考えられているんですね。実際肥満気味の方がお酢を飲み続けたところ、内臓脂肪の減少に加えて体重、腹囲、BMI、血中中性脂肪も減少したという研究結果が出たそうですよ。他にも12週間毎日リンゴ酢を飲み続けたら平均して 1.8 キロ痩せたという研究結果も出ているんです。しかも酢酸には血糖値の急上昇を抑制する作用もあると言われています。実は血糖値が急上昇すると脂肪がつきやすくなるんです。なぜなら血糖値が急上昇すると反動で血糖値を下げるインスリンというホルモンが大量に分泌されるんですが、インスリンには糖を脂肪として溜め込む作用があるから。そしてインスリンの作用によって血糖値が急降下すると危険を感じた脳は血糖値を上げなければと指令を出します。すると食欲アップや糖質欲求につながる、つまり太る負のループに入ってしまうんです。加えて血糖値の急上昇は糖化という老化を引き起こしたり、糖尿病をはじめとする生活習慣病にもつながりやすい。そのため血糖値の急上昇を予防することはダイエットだけではなく美容や健康のためにも重要なポイントなんですね。ちなみにこの効果も研究によって証明されていて、アリゾナ大学の研究によると、お酢を飲む場合と飲まない場合を比べると食後の血糖値の上昇が最大 34% も減少したそうです。加えて酢酸には腸の動きを良くする効果がある上、酢には善玉菌の餌になるグルコン酸という成分も豊富に含まれています。そのためリンゴ酢を飲むことで不要なものがしっかり排出できて、腸内環境が整うことで食欲の安定にもつながります。他にもリンゴ酢にはクエン酸による代謝アップ効果、カリウムによるデトックス効果、ポリフェノールによるアンチエイジング効果など、さまざまな嬉しい効果が期待できます。ただリンゴ酢というのは飲めば飲むほど痩せる、飲めばすぐに痩せるというわけではないんですね。実際これはお酢で有名なミツカンさんの研究によって分かっていて、お酢で痩せるには1日につき大さじ1、2杯程度、3ヶ月以上継続していることがポイントとなるそうです。特にお酢は摂りすぎると歯のエナメル質を傷つけるリスクや胃腸に負担をかけるリスクもあります。この点からも適量を継続することがポイントになるんですね。ただ普通のお酢に比べると飲み物でサクッと楽しめるリンゴ酢なら毎日継続して取り入れやすい。ちなみに私は炭酸水で割って飲むのがお気に入り。これならジュース感覚でとっても美味しく爽やかに楽しむことができますよ。とはいえ酸味が苦手な方だと特にこの飲み方でも飲みにくいと感じるかもしれません。そんな方は今からご紹介するアレンジ法をぜひ試してみてください。
この方法ならただ味が美味しくなるだけではなく、リンゴ酢で痩せたいならこれ入れてと言ってもいいぐらいダイエット効果を高めることもできますよ。リンゴ酢のダイエット効果を高めるもの、それは蜂蜜です。リンゴと蜂蜜って味の相性的にもバッチリですよね。しかもこの蜂蜜の甘みによってリンゴ酢の酸味が和らいで美味しく飲むことができます。ただ甘い蜂蜜を入れてしまったら逆にダイエットには良くないんじゃないのとね、心配になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし蜂蜜は適量であればむしろダイエットに効果的な甘味料なんです。というのも蜂蜜って血糖値を適度に上げて安定させるため食欲を整える効果があるんです。そして先ほどもお伝えしたようにリンゴ酢にも血糖値の急上昇を抑えて食欲を安定させる効果がありましたよね。つまりこのリンゴ酢と蜂蜜のダブル効果によってダイエットが楽に進みやすくなるんです。加えて蜂蜜にもリンゴ酢と同じく善玉菌の餌となる成分が含まれています。それがオリゴ糖なので、こちらもリンゴ酢と蜂蜜の相乗効果で腸活効果、デトックス効果を高めることができるんです。他にも蜂蜜には代謝アップ効果のある酵素、ビタミンやミネラル、ポリフェノール、アミノ酸など体に嬉しい成分がたっぷり。とはいえ甘い蜂蜜を摂りすぎてしまっては当然ダイエットや健康、美容には逆効果。適量は1日につき大さじ1杯程度が目安です。そのためリンゴ酢も大さじ1杯、蜂蜜も大さじ1杯と覚えていただきまして、これをコップ1杯程度の水で割ったものを毎日飲むようにしてくださいね。ここで一つ重要なポイントがあります。それは蜂蜜の種類。というのも蜂蜜には本物と偽物があるのご存知だったでしょうか。スーパーなどで安売りしている蜂蜜には蜂蜜以外の甘味料が混ざっていたり、加熱や精製によって蜂蜜の良さが失われているものもたくさんあります。なので蜂蜜はこのように純粋蜂蜜と記載されている原材料が蜂蜜のみのもの、そして非加熱のものを選ぶのがおすすめ。私のおすすめはアカシアの蜂蜜です。これは楽天で買ってます。ただいくらこのリンゴ酢蜂蜜を取り入れていたとしてもダイエットがうまく進まない場合もあると思います。というのもリンゴ酢も蜂蜜もあくまでもダイエットの補助として活躍してくれるものだから。そう、痩せるためにはやはり土台となる食事を見直すことが最も重要なんです。とはいえ食事を見直すってなんだか難しそう、何から意識すればいいかわからないって思った方も多いのではないでしょうか。しかしダイエットに効果的な食事って意外と簡単、しかも美味しい、だから継続しやすい。実際私は看護師、保健師、ダイエット講師としてこの簡単に実践できる正しい食事法により、これまで2000名以上の方をダイエットからの卒業に実際導いてきました。なのでここまで真剣に動画を視聴していただいたあなたも、この食べて痩せる食事法を学ぶことで3ヶ月後には過去最高の自分を手に入れてほしいと思います。現在11万人以上が登録している公式 LINE では、食べ痩せ小冊子2冊や脱リバウンド動画3本を無料で受け取ることができて、今回ご紹介しきれなかった1万7000文字の食べ痩せの教科書、何をしても痩せなかった万能ダイエッターだった方が3ヶ月で体重9キロ、体脂肪率マイナス 8% 達成できた食べ痩せマスターワークブック6冊、実際私が食べている2週間分の痩せる簡単レシピ、ダイエットのオンラインイベントや個別カウンセリングの特別参加券、30代から60代の女性で効果を検証済みの食べ痩せおすすめ度診断ツールなど、合計7個のプレゼントを公式 LINE 限定で無料配布しています。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ。概要欄から表示されるので赤枠の公式 LINE の URL をタップ。タップ後10秒でプレゼントが受け取れます。すでにご登録していただいている方には今後も毎月お得なプレゼントが配布されますので楽しみにしておいてくださいね。
ちなみになんで有料級の情報を無料で出すんですかって毎週のように LINE やコメントをいただくんですけれども、私は登録者数や再生回数を増やしたいわけではなく、私のチャンネルを見てくれている人のダイエットに悩む女性を一人でも減らしたい、そんな理念で YouTube を運営しているからです。そのため一人でも多くの方に正しい食事ダイエットを知ってほしいので、公式 LINE の特典はすべて無料です。ぜひ受け取ってみてくださいね。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。少しでもためになったと感じた方は高評価とコメント欄に何か一言でもいいのでご感想をいただけると今後の励みになります。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。